皆さんこんにちは、2センチです。もうタイトルも書いてないよ。タイトル画面にタイトルが書いてない。一応こちら、マツロパレットっていうゲームです。皆さんよろしくお願いします。で、本日で最終日です。はい、7日目です。死にざみ、死にざみ。かむな、死にざま。闇の中。これがね、バッドエンドなんだね、最後の。これを攻略して、で、 トゥルーエンドなのかなまあ、グッドエンドなのかわかんないけど、まあ、最後までね、やっていこうと思います。本日でね、最終回だと思います。じゃあ、続きからやっていきましょうか。BGM もなくなっちゃったね。寂しい。最初もうちょっと明るかったはずだけどな。お、あれから何年が経っただろうか。あれから、あれ、あれから、あ、前回からえ年を取り、病に侵された私は、 あの老人が恐れていたものをすぐ後ろに感じている。最後まで私の絵に命が宿ることはなかった。閉ざしたアトリエの地下室。暗い部屋のカンバスに今も彼女はいる。ああ、なんか地下に布くるんで隠したみたいな、しまっといたみたいなこと言ってたよね、前回。彼女との約束を守らなかった。私の筆はもう何も、もう何も書かないだろう。 だがもしおっ真っ暗なカンバスあえドローできるえ他にかに描けるなんかアイテムないねドローしてみるあまだ描くものを決めてないすいませんえええー、壊れていた階段が上まで続いている上がればこの悪夢から覚められるかもしれないおう 後ろの方で物音がしたえまさかえ絵は黒く塗りつぶされている気配を感じないあ、猫いるああ。右下に今ニャンコいたねなんだこれニャンコの魂かあ,あの時あのー、絵画の中の少女マツロちゃんに描いたホタテだったっけの耳飾りだね ああ、これ書いた、確かに。すごい、これ反映されてんだね。え、じゃあ、シジミの貝だったら、シジミだったのかもしれんな。ドローうわ、命1個しかないよ。え何を書くの黒い絵。えええええ,え,えどこに書くんだえどこに書くんだこれ。え書く場所なくねえ助けてみんな。え <laughs> <laughs> 待って置ける場所なくないとこにもあるのかなええどこ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 ああああるえ何色だったらいいんだろう前回私オレンジで描いたんだよねオレンジ以外で書けってことなのかなじゃあ青でえどうなるんだ何も起きない辺りが暗闇に包まれてきたんええ <え> <laughs> 目を覚ますと常に夜のようだった、えー、空のイーゼルがあ空ん空空かな空のイーゼルが寂しく立ち尽くす何も何も思い出せないあれだわオレンジで前回描いたからオレンジで書けってことなんじゃないかなここら辺に女の子いるんじゃないで私オレンジで前回描いたのでオレンジにしようと思いますこれ来たんじゃないかどうかな やっぱりエンド行かない。なんかもみじまんじゅうに見えるんだけど <laughs> あ。<laughs> あふふ。あまた来たのあなたも、物好きな画家さんね。ああ、浮かび上がったせっかく眠りについたのに。やっぱり、デイセブン。うわあてか突然パッと、エンド回収したね。 これはもう最後まで、バッドエンドがなしで、普通にゲーム最後まで終われるってことか。えー、寝てたら、寝てたら起こして、起きたら寝かせて。画家って本当に切相がないわね。だけど、あなたのおかげで思い出したわ。私を書いた画家様のことを、彼と過ごした6日、いえ、7日間を、 どうして私が窓から落ちたってうん、そうだよ、なんで身を投げちゃったの私じゃないわ落ちたのはモデルになったあの子よまあそうだけどああーなんだろう、もうあの子が落ち,落ちた頃にはもうカンバスにさ女の子の絵は完成してたんじゃなかったっけ、確かその時にもう自我はあったってことえ、なんだろう、どういうことだ 私はカンバス越しに一部指示を見ていただけ。きっとお姉さまの呪いってやつじゃないかしら。同じように窓から落ちて死んでしまったのでしょう同じ部屋で、同じ格好をして、同じ振る舞いをしていたから、最後まで一緒の末路をたどってしまったのよ。なんてね、なんで真っ黒なの 死に様を誰かに話すなんて、恥ずかしくてできないわ。ましてやあんな間抜けな死に方。あの後、私は上からたくさんの色を重ねられ、暗がりの中で長い時間を過ごすうちに忘れてしまったの。なぜ私が書かれたのかを、誰が私を書いたのかを、 モデルの、あの子が何を思っていたのかを。まあ、モデルの子とは完全に別人格なのかな。性格すごい似てるけどね。わがままな感じ。満たされない何かがくすぶり続けるうちに、きっと私はまだ未完成なのだと思って、目の前に立った方たちにお尋ねしてたのだけど、 少々乱暴だったのは謝るわ。少々どころじゃないけどね。普通に何回殺されたと思ってんのねえ。肖像画は、肖像画らしく。モデルの子の振る舞いに似せようとしたのだけど、ああ、そうなんだ。あ、似せてたんだ、性格。寄せに行ってたのだ。だ。<laughs> 寄せに行ってたのだ。つい力が入っちゃって。モデルの子も別に殺すとかはなかったと思うけどね。 そう。あなたも彼に似ているのよ。それまで来たどの画家よりも無口で暗い人。6日目にスケッチを見せていただいたんだけど、夕暮れの暗い風景の絵ばかりで、見ててこっちまで暗くなりそうだったわ。なのに、あの人ったらスケッチを見せながら、この仕事が終わった後も、 絵を描かせて欲しいって。あんな暗い色使いで、私を専属モデルにしようなんて、失礼にも程があるわよね。あんまりだから、床にスケッチをばらまいて、部屋から追い出してやったわあ。ああ、私じゃなかったわ。モデルのあの子の話よ。 でも、本当はあの子、悪い気はしなかったのかもね。だって、鏡の前で、鏡の前でえー、なんか、笑ってたのかなレディの秘密を喋るのはマナー違反ね。<laughs> 私の中には、今も彼の暗い色が渦巻いているわ。 あの子も、あの子の肖像画である私も、ずっと彼を苦しめていたのね。終わりにしないといけないわ。ありがとう、無口な画家さん。お友達の画商さんによろしくね。あなたの腕を買っていたわよ。ああ、そうなんですか。<laughs> あなた自身が描いた絵もきっと好きになってくれるわ。 自信を持ちなさい。名画の私が認めたんだから。私のことは、そうね。え、一緒に暮らせないの大きな美術館の一室にでも飾ってちょうだい。隣には、有名な画家様の名画が欲しいわね。果物に、お菓子に、お紅茶の絵に、それと、 話し相手に小鳥と猫の絵を。あ、猫は小鳥と話して描くのよ。<laughs> 猫食べちゃうもんな小鳥。うーん。あらいけない。首が曲がってたんだわ。<laughs> さあ、そろそろ布をかけてくれるかしら。眩しいと眠りが浅くなってしまうからね。 今度はもう、目が覚めないように、暗い、照明の展示室を希望するわ。ええー、終わりなのいつかあなたの絵が隣に飾られるのを楽しみにしているわ。それまでに、磨きなさい。存分に腕をね。当地法。おやすみなさい。うわあ、もうこれで終わりなんだ、本当に。 え本当に終わりうわ、これ帰んのだから扉とかもなくなってんもんな。天使いなくなってる。あの向こう側空なのかああ、本当に終わりなんだね。じゃあ階段登るいいのかえ、いいのかいいのそれでいいのマジで嘘いいのあ、振り返るよね。一回振り返っちゃうよね。でも歩むのかああ。 病で軋しむ体を持ち上げ、地下の階段を一歩ずつ降りていく。ひどく胸が痛む。外はもう日が暮れてそうだ。ようやく扉の前にたどり着く。幾重にも施錠した扉の鍵を震える手で開けていく。私は約束したんだ。もし彼女は、君がまだ待っていてくれるのなら、 あこれは地下室んよう相棒、最近どうだい新作のコースはまだ浮かばないのかせっかく眺めのいい部屋を借りてやったのに、窓も開けずに閉じこもってじゃ気がめいるぜ。まあ今は好都合だけどな。今日は見せたい絵があるな。これ一番最初と一緒だ。一番最初もこんな感じだったよね。おっと、布を取るときは優しくしろよ。 強い光や室温にも十分に注意しろ彼女は敏感だからなおいおいどうしたさっきからきょとんとしやがって心ここにあらずって感じだぞいや同じなんだよなああんか携帯触ってる日もあったら早く布なんだか取れみたいなこと言ってなかった最初どうしたってんだよいけない携帯なんか開いてまるで夢でも見てたような顔しやがって何すぐに目が覚めるさ この絵を見ればなあ女の子の絵に見えなくもないなお前にはこの絵がどう見える青い花飾りをつけた少女が見えるだろう？あれあれれおいおいおいどうなってんだこりゃあいや確かに女の子の絵が書いてあったはずなんだよああなんか女の子の絵じゃなくなってるってことかなんか女の子っぽいけどね 影みたいな感じでちょっと不気味でいかにも呪いの絵って感じの女の子がさ古くてガタは切ってたけどこんな真っ白じゃなかったんだよ色あせてひび割れちまってやがる何の保存処理も施されてなかったんだろうしそりゃそうかああそソこいつで一儲けできると思ったのにさこいつ殺されてくれ <laughs> こいつ殺してくれや <laughs> <laughs> 仕方ない悪いけどこの絵処分しといてくれよなんで私なんだよ押し付けんなよなにお前の新作が完成したらちゃんと売り込んでやるからさじゃあなおい帰んな帰んなうんいや女の子に見えるって言ったけど厳しいか絵は白く汗せている今にも崩れてしまいそうだえええなんだ何を撮るんだあ あーうわ赤は赤すぎなない夕焼けなんだこれあなあーなんか赤いうーん,なんかそのなんか窓から落ちた時の風景と重なってんのかなこの仕事がこの仕事が終わった後もまた君を描かせてほしい野山や小川それに海岸いろいろな風景の中で誰の代わりでもない君をい。 夕焼けに映える君を描かせてほしいんだえ <laughs> 終わった終わりましたうわなんかうわちょっと待ってこれモデルの子だよねモデルの子と画家さんだよねえこんな距離近いのえー？うわなんかちょっと <laughs> ちょっと待って泣きそうになるなここのシーン言うこと聞かなかったんだろうな <laughs> 出ていけって言われて書かれたくなかったんだもんね自分の絵を一人になるのやだでやだやだくて <laughs> やだくてか <laughs> みすぎ私嬉しかったのかな鏡の前でうふふフとかって言ってたよね 書いてもらえたの嬉しかったんだろうな本当はうわあ本当にうわつらちょっと一人の時はカーテン開けてたとか言ってなかったっけ言ってなかったっけうんいやーでもちょっと姉の代わりにっていうのはかわいそうだったけどね扱いはうわーすごい夕焼け ええー、赤っ赤すぎない <laughs> ああ。鏡に映ってる。えやばい、ちょっと黙っちゃうね。なんか、あのー、BGM 全くないから怖いんだけど。こんなに BGM ないことあるあの、音量オフにしてないからね、私。本当に BGM ずっとないんだよ。あ。 あ、あの青い箱だ。中になんか貝殻の耳飾りいっぱい入ってたやつね。ああ絵が飛んでいっちゃった。うわあ、ちゃんと拾ってあげてる。うわなんかな、うわいい、いい子だな。ああ嘘あそういうことだったんだ。もう嫌になって身を投げたわけじゃなかったんだ。 画家さんが描いた肖像画を撮ろうとしてああやばい泣きそうになってるうわつらいやばいエンドがつらすぎるえー、待って普通にちょっと涙目なんだけどこれはあの子視点だね完全に。 ね、あーそっかつらいなんかもうなんか姉の呪いとかじゃなかったじゃんあーこれ地下室かなうわちょっと最後の亡くなり方がちょっとつらいな本当にあら 眩しいは夕焼けはあ最初に言ったじゃない強い光は絵に悪いのよやっぱりあなたひどい画家さんねこの景色を見せたかったんだけどなだけど 夕日に入る私もなかなかじゃないかしらはああの人もあの人も見てくれてるかしらうわなんだこれうわちょっとつらいうわプレイングじゃなくてドローイングなんだけどうわめっちゃ ちゃ,うわちゃんとオレンジだうわ、待って鳥肌やばい私がオレンジにしたからちゃんとオレンジになってるしかもホタテの耳飾りだホタテ貝。タイトル。ちょっと、鳥肌やばいし、涙出るし。いやー、ちょっとあの、最後に、最後に最後に。うわこのにゃんこね。このにゃんこにもちょっと何度か助けられたよね。えー、うわーすごい色 色がちゃんとついてる、えー、闇の中 <laughs> ちゃんと全部ゲットしたね最後まで BGM なかったねうわちょっと待ってうわこの背景めっちゃいいね続きからっていうボタンも一切なくなって。 本当に終わっちゃったんだ。終わったね。うわぁ、ちょっと感動だったなーなんか辛いわ、最後。うーん。<laughs> いい終わり方だった。<laughs> いい終わり方だったし、いいゲームでした。じゃあ終わろっか。まあね、なんだろう。まあ見てくださって本当にありがとうございました。私もね、本当にゲームプレイしてて、だんだんね、 真相がわかるところとか鳥肌ものだしさ、ちょっとクソ生意気めとかって思ってたけど、やっぱいい子だったね、普通に <laughs>。うん。よし、じゃあ、終わりましょうか。終わろっか <laughs>。<laughs> ちょっと重苦しい感じになっちゃったけど。はい、じゃあ終わります。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。よかったね、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。さよなら、グッバイ。